悪魔は私たちの中に良いものがあってそれがバカになって本当にそれが目を出して花を咲かせて実をならせてその人だけでなくて周りまで幸せになるそんな神の国が広がるそんなことをさせないように閉じ込めたろう封じ込めたろうそれが悪魔というものです絶望しろ希望なんかないんだと言ってくるんですそれが悪魔というものです証拠まで開けて資料まで出してだからお前はダメなんだ言ってくるんです そういう本当に痛いところブズブスっと見事についてくるのは悪魔と奥さんだけです。<laughs> ごめんなさい。<laughs> 聞かなかったことにしてください。でもこの言葉はですね、そのあざけるものがあざけるもの言うことを聞いてたらやめないからです。でもあざけるものが。 驚いてひっくり返って滅びてしまうほどの到底信じられない物語をつまり奇跡をお前の人生の中でしてやろうと私はもうポケットに入れてるんだよ私と一緒に行かないか私は神様に言いました神様ほんまですね嘘やったら承知しませんよでもそこで私は大学を辞めたんですそれから12年経ちました小学校1年生だった 一番下の娘がこの間大学に入って関東の大学に来て、そ,そこの向こうじゃない、だいぶ向こうですけど、関東に住んでおります。よく学校に来れたなと、本当に思います。どうやって来たんでしょうどこに学費があったんでしょう本当に思いますけどね、来れるんです。水の上を歩けるんです。不思議なんです私が福岡からですね朝日川にに行った時に 北海道には三浦絢子読書会は2か所しかなかったんですで旭川と札幌と2か所で札幌にんですねもうすでにあったところにですね私行って読書会を引き継いでやったんですしたらね最初行ったら5人しかいないんですなんで少ないんやんしかもよく見たら5人のうち2人は旭川から応援に来てる人なん, <laughs> なんじゃこれはと思いましたねあんな200万もいるような感じで、まあ、周りまでいるとね年でね 愛読者もいっぱいいっぱるはずなのそれで私は綺麗なカラーのチラシを作ってそして150もあるんです札幌の近郊にはね教会その子に挨拶状をつけて送ってそれで私は一生懸命祈った神様今度は人がたくさん来ますようにって、ね、祈ったんですそれで北海道クリスチャンセンターの北大の前にあるんですがそこに行ってですねその日今日はたくさん人が来るぞと思ってね戸を開けたらたった一人。 部屋間違えたかと思いましたけど部屋をいくら見ても間違いないんですいつも来る人も誰も来てないしかもそのたった一人の人は私が作ったあのカラーの綺麗なチラシを絶対見てない人絶対見てないって何で言えるかというと目の見えない方なんです目の見えない方がそこに一人で座ってるん、ね、でその日は「俗氷点」という作品を読んできて語り合う読書会で決めてたんですよそうやって宣伝してたのにもう一対一で初めての人で読んできて て語りはもうくそもないじゃんしょうがないから私その人にですね講演をしたんです一対一ででも語りながらもだんだんこの胸の中にね何かこうさかまいてくる、ね、くソなんでこんなになったんやと思うわけでそしたらですねあのここから来るのはあの悪魔だけじゃありません神様も来ましてねこんなふうに語りかけられたんです綺麗なカラーのチラシなら人がたくさん来ると思ったか たくさんの教会にお願いしたら人がたくさん来ると思ったかおりゃって祈れば人が来ると思ったかバカかお前は大体何か間違ってるだろうお前は知ってるだろう三浦絢子さんが最初に「氷点」という小説を書いて文壇にデビューするわけですけどもその時に三浦絢子さんは最初氷点をそのデビュー作を書いた時にはまだ素人だった。 1,000万円懸賞の新聞小説朝日新聞が募集したそれに応募する素人だった結果的には731編も出たんですよ入選する確率は731分の1なんですだからこれは世に出ないかもしれない入選しないかもしれないでもだから誰も読んでくださらないかもしれないでも 審査員のお一人は必ず読んでくださる。だからその方に読んでくださるそのお一人に神様の愛が届きますようにと祈って書いたとお前は知ってるだろう。それが三浦や子の心だろう。お前は間違ってるだろう。今日はこの人に心を込めて語りなさい そんなふうに語られたような気がしたんです。それで私はね、そのあの彼山田聡さん五十七歳だったんですが、一対一で語ったんです。で語っててもう三十分ぐらいだんだん語ってるとね、だんだん語れたんだと思います。そしたらですね、山田聡さんのその彼の見えない目からクリスタルのような透明な粒がポロ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 ,ポロ,ポロこぼれ出したんです。 私それ見て本当にびっくりしましまた。あんなにびっくりしたことはないしあんなにきれいなものを私の人生で見たことは本当にないというほどそれはきれいなものでしたもう私の人生のもう最高の宝物なんです神様が一緒にね泣きながら「バカかお前は」でね <laughs> 私に原んこつくらわしながらでも本当に抱きしめて一緒に泣いてくれてるような気がしました それからこの山田さん、毎回毎回来るんです。目が見えないんですけどよくメールをくれるんです。音が出るメールソフトがあるんです。森下先生、愛してます。人類愛。面白い人なんですけどね。 でそうしてたらですね、いろんな街からです、ね、いろんなこう人がどんどん集まるようになってきましてその人たちが小樽でもやってください江別でもやってください新札幌でもやってください苫小牧でもやってくださいとこうやってですね、どん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 広がって数年のうちにたった1人山田さん1人だったのに読書会の数だけで18になったんです。<laughs> 不思議だそして、あの 函館に行っててですねおお話話ししてた評点のお話ししたた点のそしたらそこにですねご高齢のご婦人がですね終わってから来まして「先生今日はいいお話でしたありがとうございました初めてこの教会に来ました」とか「よかったですねありがとうございます」って言ったらその人がね「久しぶりに今日は賛美歌を歌って懐かしかった」って言うんですね「どこで賛美歌を歌われたんですか?」って聞いたら「うん、昔女学生の時にな福岡女学院で歌ったんだ」って言うんですよ。 あ私が辞めてきた学校の卒業生がこんなとこ函館にいてその方がそれからそこでね本当教会気に入ってくださってそれから3年後にそこでね宣伝を受けたんですでもね彼女はがんなんです本当にがん悪くていつも私が1年に2回しか函館に行けないそうするとですね彼女はそのがん病棟から生き返ってゾンビのじゃ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 あのえっ、えー、といやあ蘇ってじゃじゃじゃあ,じゃあ,じゃあ <laughs>、ね、元気になったま出てきてくれるんです だからもう今回が終わりかもしれない、これが最後かもしれないと思うから私も本当に命がけで語らせられませんよ。でも毎回出てきてくれるんです、でも去,去年の今頃だったかな、もうちょっと前だったかな、私は彼女をとうとう、私の母親よりちょっと年上ぐらいの人なんですけど、とうとう私はね女性を、ね、ハグしちゃいけないと思いながらとうとうハグしてしまいました、そしたらね彼女が私をトントンとしながら、先生、大丈夫、また生き返ってくるからとか。<laughs> でもね、それが生き返っってこなかったんです。それがね本当に最後だったんですねでもねそうやってね私は12年間、まあ、走りながらミイラヤコさんのお話をしてそうやって生きてきましたにもかかわらずというのが今日の実はあの覚えてほしいフレーズなんです普通損得勘定をしたら普通に考えたら そうはしないでしょにもかかわらず信じてにもかかわらず愛してにもかかわらずこの心に語られてくる神様からの何て言うんでしょう一緒にしないかいという招き希望でもあるそれに応答して踏み出していく にもかかわらず信じて愛して従うバカはいないかなってね神様探してらっしゃる方なんです世界の偉人ってみんなそんなアホだったと思うんです多分ね。それが時代を変えたと思うんです今日は三浦彩子さんの話もしないといけないんですが三浦彩子さんを変えた人たちもそうだったんです三浦彩子は大正11年に生まれたんです 16歳で小学校の先生になったんです。戦争をしていた時代でした、昭和14年。あなたたちはお国のために、天皇陛下のために戦争に行って、命をお捧げするのですよ、それが日本人として最も素晴らしいことですよ、本当に命がけで信じて教えたんです。子供たちはそれを目を輝かして聞いて、そして戦争に子供たちは行ったんです。でも7年間教えてて日本は負けて そして GHQ が来て文部省の指令でそんな風に書いてあるその教科書の言葉にみんなに筆を持たせてそれを墨で全部塗ってしまわないといけないこの世から抹消しないといけないそんなことが昭和20年の9月に日本中で起きたんですその時に綾子さんは本当に絶望したんです本当に挫折したんです私が教えてたことは何だったのか永遠不変の真理だとこれが子どもたちを幸せにするこれが子どもたちの人生をまっすぐに 最も良い道を示すことだと思っていたのに、それはもう時代が変われば全部消してしまわなければならないようなそんなことを教えて子どもたちを戦争に送り出して、私は何をしてたんだろうか、子どもたちに顔向けができないじゃないか、私の人生何だったんだろうか、今からどうやって生きたらいいんだろうか、何を信じたらいいんだろうか、私は生きてていいんだろうか、そんな心になるんです。生きてるってむなしい。生きてるって寂しい。 そう言いいながら教師を辞めていくんです。生きていられないような心が凍えてしまったのそれをホッター綾子と当時は言いましたがこの三浦綾子とのちになりますそれから十数年のちに作家になって初めて書いた小説の題にその時の気持ちをその題につけたんですそれが「氷点」っていうんです 心が凍えてしまう氷の点。この本はとっても良い本です。私が書いた本です。氷点回答という本です。氷点の解説を書いてるんですが、氷点回答というのをグーグルで検索してください。そうするとダダダダダとお肉の溶かし方が出てきます。六 <laughs> つ目か七つ目になってやっと差し色が出てきます。 この本はお肉の溶かし方を書いたのではありません私たちは生きているといろんなことで夢を失ったり大変な災難にあったり愛する人を失ったり超えられないようないろんな問題課題があって心が凍えるんですこんなんだったら生まれなきゃよかったのにと思ったりこんなんだったらもう生きてても仕方がないと思ったりもう自分を愛せないこの世界も愛せない神様なんかおるもんかと思うんです そうやって心が凍えてしまうでも綾子さんが三十何年書き続けたその一番中心にあるのは実はその私もそうだったの私の心も凍えたのでも死ななくていいのよあなたをもう一回溶かしてくれる溶かして生きるようにしてくれるあったかいものがあるのよだからそれを求めてね私はミイラや子のメッセージっていうのは中心はそこにあると思う。 愛子さんはそれから教師を辞めてそんな心を抱いて教師を辞めて二重婚約したんです愛してくれるという人と「いいわよ結婚してあげるわよ」って2人と言って先に結納を持ってきた方と結婚すればいいわ、ね、とんでもない女ですところが結納が入ってくるという一人の人が持ってくるという日にです、ね、彼女は突然倒れるんです何者かに警告されているかのようだったというんですがそれから「あんたは肺病ですよ」って宣告されました 結核なんです当時はそれは死の病ですそれから彼女は肺結核そしてそれが脊椎について脊椎カリエス恐ろしい病気です簡単には治りません背骨がビーとバナナのように曲がって死ぬんですそういう病気です13年それから闘病することになるんですでもその肺病だと言われた時に彼女は「ざまあみろとうとう私も肺病になったわ私にはちょうどいいわ」って言ったんです 自分を愛せないということはよくわかりますでもそこにですね一人の人が現れたんです17年前隣に同志で1年住んだというだけの男それは前川忠という幼馴染みだった前川忠は北海道大学の医学部の学生だった本当に優秀な人だったところが彼も結核になって休学を続けていた結核患者の会で 風の頼りにその幼なじみの堀田彩ちゃんのことを聞いてところがその堀田彩子が結核療養所でタバコ吸って酒飲んでるん心配してきたくれたんですところが堀田彩子は前川正に言ったんです前川さん久しぶりね前川さんクリスチャンですってね私ねクリスチャンって大嫌いなのよ私みたいなのこうやって上から目線で罪人目って見てるんでしょ私ね ね、クリスチャンみたいなね、そういうの、一番嫌いなの、偽善者でしょ、裏表あるでしょ、自分もキャバレー行きたいのに、私はそんなとこ行きませんって、おすまししてるでしょ、知ってるわよ、私ね、死んだってクリスチャンなんかならないんだから、帰ってちょうだいって言ったんですよ、なんて憎たらしいんでしょうね、この女ね、私なんか飛び膝蹴りでも食らわせて、死ねーって言ってね、帰りますよ、ところがね、前川正はね、そうだったにもかかわるなんです。 彼自身がそれから五年半で死ぬんです。そういう病気だったんです。血吐くんです。前川私は。そうです。そんなやつなの。なのに、この人の中に本当に乾いている。本当に求めている。ものがある。分かる人だった。それで五年半の間に、彼はその日から手紙を書き始めて、千六百通手紙を書いたんです。 でもその前から私を振り払うようにして翌年オホーツク海に行ってそこにその結納金を持ってきた3年前に結納金持ってきたその婚約者に一応なっているでも病気になったからのばるし回しになっていた男が住んでいたそこに結納金を突き返して婚約解消してそしてオホーツク海に入って夜中に死のうとするんです。 そそれをその婚約者がね、西中さんという人が気がついて夜中に走ってきて、海の中に入った彼,彼女の肩をつかんで、彼女を背負って、助けてくれるんです、本当にこの人も優しい人、何も言わないで、全部分かって、全部許して、全部受け止めて、その結納金もさらに10万円も足して、結婚できなければこのお金に用はないから、君の療養のためにあげるから持って帰ってくれないか。 そしてこのシャリの駅でまた時期に会う人のように手を振って別れてくれた。でも彼の方には涙の跡があった。そんなふうに書いています。この西中さんはクリスチャンじゃないんです。でも、ね、この西中さんを書いているこの道ありきの中でという自伝小説の中で、ね、書いているんですけども、その時にはね、あ子さんは分かっているんです。あの私が死のうとしたあのオホーツク海の真っ暗な海の中に答えがあった。 道があったっったててて分かって書いてるんですそれは前川正に向かって私ね死んだってクリスチャンなんかならないんだから帰ってちょうだいって言ったんですそれは別の言い方をすると神様なんて本当におるんかいおるんが出てきてみろよそしてこの傷ついた私を救ってみろよって言ってるんです皆さん神様の胸ぐらつかんだことありますか神様の胸ぐらつかんで何でこんなことするの なんで私にこんなことするの何で私の愛する人にこんなことするのってあんた神様でしょういい加減にしなさい言ったことあるでしょうかどうぞ言ってくださいクリスチャンって大体うつむいてアーメンって言うんですそうじゃなくて神様はねクリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが神様が作った一人一人なんです私の方向いて何がつらいか言ってごらん何が悔しいか言ってごらん 何で困ってるか言ってごらん。なんで私に言わないの思ってるんです。その私のあの血の血が噴き出すような叫び、前川さんの向こうに向かって叫んだ叫び、あれに対する答えがあの夜、始まっていた。あなたが死んでしまいたいような夜に、もう海の中に入ってしまいたいような時に、もう一人では歩けないような時に。 私はいつでもあなたに背中を用意しているよ私の背中に背負われなさい私はあなたを背負って歩いてあげるからそんなふうな背中だったんじゃないかそれからや子さんは死なずに旭川に帰ったんです前川正は彼女を迎えて自殺未遂をしたというのを聞いてショックを受けて春光大というところに連れていったんです 春の光のの光大地の台と書くんです。そこに行きますと、旭川がずっと見えて、大雪山が正面に見えて、すごくいいとこなんです。あやちゃん、生きる目的を探しましょう。もっと真面目に療養してください。前からただしは言いました。ところがあやこさんは、真面目、真面目ってどういうこと私はね、戦争中あんなに真面目に生きたのよ。その結果、どう傷ついただけじゃないの。そう言って、またタバコに火をつけるんです。あやちゃん、だめだ。あなたはそのままではまた死んでしまう。そう言ったかと思うと、彼は。 傍らにあった小石を拾い上げて自分の足をゴザンゴザンで打ち始めるんです綾子さん驚いてそれを止めようとするとその手を握りしめて前川ただしが言ったんです綾ちゃん僕は綾ちゃんが元気で生き続けてくれるようにとどんなに激しく祈ってきたか分かりませんよあなたが生きるためなら自分の命もいらないと思ったほどでしたでも信仰の薄い僕にはあなたを救う力がないことを 思い知らされたのです。だからこの不甲斐ない自分をこうして、ばしてやるんです。その時、ア子さんの目から久しぶりに流す人間らしい涙であった。と書いてますが、涙がふれ始めました。この人は私を女として愛してるんじゃない。人間として人格として愛してくれてるんだ。そう思った時に、 彼の姿の向こうに今まで見たことのない光を見たような気がしたあの光は何だろう彼が信じているというキリストの光なんだろうかいや私は何か信じたりしたくない信じるのは怖いあんな戦争中みたいなあんなことになる信じたら傷つくから怖いでもこの人のこの愛を退けたら私に何が残ってるだろう私はもう人間として 本当の終わりになってしまうかもしれない。バカになってもいいから、この人の生きる方向についていってみようかと思ったと書いています。あ私、45分までなかった、20分まででしたっけ。もしかしたら、大変な間違いをしました。もうやめましょう。<laughs> 恐ろしい間違いをしました。 そうやってこの女性の中に春の光が本当に入ってきたんですまだこれで3分の1ぐらいなんです道歩きの話はもうそんな長くするつもりはなかったんですけどもこの前から私が5年半で死んだ時にね本当に絶望するんですそこにも悪魔が来たんですお前の人生にはもういいものなんかないぞお前はあとは死ぬだけだ言ったんです悪魔でも彼女はその愛された 前からただしにどんなふうに愛されたかそれを抱きしめながらそこを通っていくそうしているうちに三浦光代という人が現れるんですそして三浦光代が本当にまた愛してくれてギブスベッドは寝たきりの30も過ぎた自分よりも2歳も年上の大しても偉人でもない絢子さんが言うんですよ私が言うんじゃないんですよそんな女にプロポーズしたんです前三浦光代はね愛してくださっても結婚なんかできませんわというのに 治ったら結婚しましまょう治らなければ僕も一生独身で通します」って言ったんです前川さんのことを忘れられないんですって言ったんですそしたら「あなたはあの人を忘れないことが大事なのです前川さんに喜んでもらえるような二人になりましょうね」って言ったんですそれから二人は愛し合う本当にそれから2年ほどで脊椎カリスも治って37歳で癒されて35歳の2歳年下の三浦光代と結婚して三浦絢子になったんです それから40年間、2人は共に過ごしていきます。それから小説を、まあ、書き始めるんですけども、そういう物語になっていきます。今日はあの若い方がたくさん来られるというので、この道りきを持ってきました。これはタダで差し上げますので、外に90冊ありますので、読んでみたい方、どうぞこれを持って行ってください。そして友達にも読ませたかったら、あのどうぞ若い方は若い方に渡すのならば。<laughs> でも皆さん、今日は若くない方もいらっしゃると思いますけども、今日は特別です、あの自分は気持ちは若いという方もうお許し、お許ししますのでね、どうぞ読んでいただけたらと思います、申し訳ありません、ちょっと本当に愚かでした、私が一番バカでした、でもですね、あの覚えてください、にもかかわらず愛するときに、にもかかわらず愛されるときに、到底信じられない物語が起きるんです。でこの 前からたしとミラミツヨの向こうにいた方がこの,この向こうにいるのかなイエス・キリストという方が初めににもかかわらず愛してくださったんです。その方が先に行ってくださるんです。では一言お祈りします。恵み深い神様にもかかわらず信じて愛して従っていく愚かなものそのものだけに あなたがくださる不思議な奇跡の物語を私たちも体験させてください。あなたが用意してくださっている私たちに対する私たちの人生に対する素晴らしいものを私たちがいただき損ねることがないようにどうぞ求めさせてください。求めるものには与えられる。それが愚かなようであってもそれが本当に私たちの祝福になっていく。そのことを覚えて求めることができるようにさせてください。感謝して 皆によって祈ります。アーメン